国務大臣宮越光博君。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨をご説明申し上げます。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法の課徴金制度は、昭和52年に成立した一部改正法により導入されました。その後、平成17年に成立した一部改正法により、課徴金減免制度が導入されるなど、所要の見直しが行われてきました。でしかし、現行の課徴金制度は一律かつ画一的に算定、付加するものであるため、事業者が公正取引委員会の調査に協力した度合いにかかわらず、一律の減算率となることから、事業者による調査協力が促進されず、また違反行為の実態に応じて適切な課徴金を課すことができないものとなっています。このため、事業者による調査協力を促進し、適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、ここにこの法律案を提出した次第であります。次に、この法律案について、その概要をご説明申し上げます。第一に、課徴金減免制度について、新たに事業者が公正取引委員会との合意により、事件の解明に資する資料の提出等をした場合に、課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止することとしています。第2に、課徴金の算定方法について、課徴金の算定基礎額の追加、算定期間の延長、卸売業または小売業の場合に適用する算定率の廃止、繰り返し違反行為をした事業者及び主導的役割を果たした事業者に対して、割増算定率を適用する場合の見直し等を行うこととしています。第三に、検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額を引き上げるなど、罰則規定の見直しを行うこととしています。なお、これらの改正は一部を除き、交付の日から起算して1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしています。以上がこの法律案の趣旨であります。ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。浜口